一輪亭花坂は、情報落語、上方にわかの名跡。初代は、桂花坂として名乗っていた。にわかの世界では、花坂の名は、古くから、ある名跡の一つで落語とは偶然に生まれた名前。桂花坂は、本名、西田和造。大阪の生まれ、15、6歳の頃から、千日前の盛り場をうろつく不良少年だったが、 その後、見せ物小屋の呼び込みになり、踊ったり、喋ったりして客に愛想をとっていた。1897年頃、桂家元ケガ氏が、スカウトし、軽口のコンビに迎え入れ7代目、桂文治の門下に入れ桂花坂の名をもらう。しかし、地位扱いで古参の話鹿にいびられることもあった。カリ引退後は話し鹿に転じたが正式な修行期間がなかったため、 軽口出身者だけに器用さがあったがうまくはなかった。それでも、話し家としては美男子で女性客には人気は十分にあった。洋芸の色声や書生踊りで学生受けも良かった。二番目芝居、黄金の大国、桜の宮などを得意とした。一輪亭花坂は本名、立松蔵。大阪生まれ、父は浮世帝と枝だという。 なのに和歌で8歳の時に死去し、道島中町、松伝という京染屋に奉公。自身も9歳で、染物屋へ奉公をしながらに和歌として、初舞台、その後に和歌の衰退で話し家になり1907年に6代目、林家将楽の門で、右楽。さらに、大正初年ごろ右老房を経て、大正中期頃に、何は楽後反対派に見を当時代目を、 桂花坂として就名。あとの1924年に落語界を離れ庭歌手として活動するように、成田美工業、楽天座を結成し一輪亭花咲として活動を始める。花鹿時代は顔芸の賃言や軽口で売り物にしていた。SP レコードも桂花坂として残している。一輪亭の定号を命名したのは一説に、正岡博士とも言われている。 軽口時代は刑事労働と組むことが多かった。舞台の活動の他に継承に力を注ぎにわかの台本を100冊以上執筆し構成に残した。1974年に大阪文化祭賞、賞1975年に上方、お笑い大賞功労賞。1978年に大阪市民表彰。1981年に伝統文化。 ポーラ特賞各受賞。弟子には一輪亭花町がいる。一輪亭花崎二代目ロのゴロベイの庭歌子としての名前。一輪亭花崎ロの男子郎の庭歌子としての名前。ありがとうございます。